どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、ステンカラーコートなんですが、ブランド的にはですね、非常に有名なブランドで、クリスチャン・ディオール、もうその洋服を見たことも買ったことも着たこともないって人もですね、そのブランドの名前は知ってるんじゃないかなというぐらい有名なものなんですが、古着のコートとしてお預かりするブランドとしてはですね、非常に珍しいなというふうに思います。まあ、圧倒的にバーバリーが多くてですね、あとアクアスキュータムであったり、どうしてもやっぱり英国製のブランドが多いんですよね。でもこちらフランス製ですかね、ブランド的にはフランスですよね。いいものを探したなというふうに感心して見させていただきました。ボタンの後ろにですね、ちっちゃいボタンがついているのがもうなくなってはいるんですが、でも全然その表のボタンは取れてないですし、着用には全く問題ないでしょうね。でね、細部までよく見させていただいたんですけども、非常に状態がいいんですよ。素材はポリエステル65のコットン35で、ドライクリーニングしかやってダメですよというふうなことになっているんですが、相当古いお洋服だと思うんですが、使用感がですね、あまりなく、しかも収納状態も極めて良かったんじゃないかなというふうに思います。特にね、目立つ色の段差、そして目立つ変態色、目立つダメージ、傷穴とかですね、そういったものがないんですよ。しかも匂いもないんですね。襟って汚れの首輪がつきやすいところなので、よく見たんですけど、そんなにね、全くないわけではないですよ。全くないわけではなく、全体的に汚れはついているんですが、極端に分かりやすく、今の状態じゃとても着られないじゃないか的なね、そういう色の段差や違和感はないんですよ。だからね、本当にね、いいものを見つけたなというような、お宝だなというふうに思って見させていただいたんですが、ものすごい雰囲気がいいですね。バーバリーはね、やっぱり人と被るというようなことが あるんじゃないかなというふうに思うんですが、しかも流通している量もね、多いんじゃないかな、探しやすいんじゃないかなとは思うんですが、これはなかなか見つからないんじゃないですかね。裏地にはね、こんな風に意識してみると色の段差見えます。だから全く汚れてないはずはないんですよね。だから汚れてはいるんですよ。でもね、表から見えるような色の段差はなくて、しかもこう傷穴とかね、小さい傷穴とかもなくて、いやいやいや、こんな状態で、残っているってすごいなというふうに、思いました。まあ、いろんな理由でね、買った服を着なくなるっていうふうなことはね、誰しも経験があるんじゃないかなというふうに思うんですよ。だからといってですね、捨てるなんていうふうなこともしにくいですし、まあ、売らずにずっといい状態で保管しているんであればね、古いお洋服であっても素材がね、ずっと状態を保てる素材を使っているんであれば、このコートのようにね、綿とポリエステルの混紡だったりするとですね、非常にいい状態で、色味もね、ほらこんな風にね、ベルト外してみると、そのベルトで隠れていた部分と他のところの色の段差ができてしまっていることが多いんですよ。ベルトを取っちゃうと、そこだけね、色が濃くて周りがちょっと薄いみたいなことになっていることが多いんですが、これはね、そんな風になってないんですよね。で、古着を買って、古着を着る前に一度クリーニングするというようなことでお預かりをしていますので、じゃあどんな内容でクリーニングをしたらいいのかというふうなことでね、お預かりの状態を見て、判断をさせていただいたり、ご提案をさせていただくわけなんですが、こんなにね、状態がいいとですね、ちょっとニヤニヤしちゃいますね。というのは、洗浄力を極端に重視しなくても良くなるので、リスクも低くなりますし、料金もお安くできるわけですよ。もうこの状態ではとても着られないぐらいの匂いがするんだとかね、そういった古着がやっぱり多いので、ダメージがあったりね、シミ汚れがあったりするのが多いのでね、どうしようかなって毎回悩むんですが、これはね、いい感じに綺麗になりますよ。はい、仕上がりでございます。まずね、印象としてシワがなくなってるじゃないですか。その洗って綺麗にプレスをして、整形をしてと
クタクタとしたシワシワとしたね、ヨレヨレとしたような感じがそのなくなっているだけでだいぶね印象は変わると思います。綺麗めに着られるんじゃないかなというふうに思います。どんなにねいい状態で、保管されていたとしてもですね、やっぱり着用に伴う自然な変化としてのシワというよりも、まあ、収納中にできたシワなんじゃないかなと思うんですが、いい感じに綺麗になって、おります。いいですね。よく意識してね、意識してよく見るとここ汚れなんじゃないかなとか、ここちょっとシミあるんじゃないかななんていうようなところがですね、仮にあったとしてですよ、あったとしてそのわずかな違和感がどうしても気になるから、そういうのゼロにしてくれというふうに言われればやります。お客様のご要望にお答えしたいのでやりますが、いやお任せでいいですよと言われれば、できるだけやっぱりリスクも低く料金も低くですね、着られるか着られないかで言えば、全然お預かりの状態でだってね着られないわけではないわけで、だから今回はね、そういった感じで、メンテナンスをさせていただいたので、特に、心配だなと思うようなリスクのご説明をしてから作業しなければならないななんていう風な作業はしてないんですよ。最近ねそういう着る前洗いもどんどん増えてきております。やっぱりね古着でいいものをお求めになって、とりあえず一回洗ってから着ようよというようなね、お客様が非常に多いので、お預かりの状態によってですね、やっぱメンテナンス内容というのは一つ一つ違うわけで、もちろんお客様のご要望もありますしね、でもこれだけいい状態でいい雰囲気で、お預かりして、色味がねまあいいんですよこれが。でもねいい感じにメンテナンスできたんじゃないかなというふうに思います。非常にいい雰囲気が良くてかっこいいディオールのコートの事例でございました。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。